村教に来ています。この道は今使われていない旧道、元の国道です。左に新しい国道があります。滝が2つほどあるんですね。流星の滝と銀河の滝、それを見ていきたいと思います。ここは柱状節理が、あるんですけど、多分ですね、その規模は高さとかその広さとかでは全国で多分一番でないかなって思います。柱状節理でですね、そういう大きなところです。